皆さんこんこにちは水越美里です本日はですねエトボスから発売される2023年秋コスメ全種類レビューということでやっていきたいと思いますエトボスというとメイクアイテム全て石鹸でオフすることができてかつですねベースもポイントメイクも可愛いし優秀なものが本当に多いブランドです私の動画でもよく出てくると思うんですけれども今日はそのエトボスから新作がたくさん出たのでレビューしていきたいと思います肌負担気にななっってていいいいるけど可愛いメイクしたいなっていう方に おすすめのブランドなのでぜひ最後まで見ていただけると嬉しいですはいそれでは早速スタート はいそれではまず1つ目のアイテムがこちらエトボスミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラーでございますカラーはライトベージュナチュラルベージュオレンジベージュの3色展開ですなんだか見覚えのあるパッケージだと感じる方も多いと思うんですが実はこちらの私も大好きで大人気のミネラルインナートリートメントベースのこの下地とファンデこの同じシリーズに リキッドのコンシーラーラが9月1日登場しますもちろん石鹸オフができますで下地もそうなんですけどこのシリーズってベースメイクアイテムでありながらスキンケア発想のコスメなんですよなのでこちらも同様に潤いが持続する高保湿なコンシーラーになっていますなのでお肌が敏感な方にもすごくおすすめですテクスチャーを見ていくとこんな感じで、まあ、しっとり感が強くて 伸びはいいけど、ちゃんとこう肌に溶け込む、馴染んでいってくれるような質感になっています。コンシーラーってやっぱり扱いやすさというか、伸びの良さみたいな部分すごく大事なんですけど、結局、お肌をカバーするためのものっていう位置づけには変わりないので、ある程度ピタッと留まってくれるような質感でないと、結局隠したい部分の粗が見えてきてしまったりとかするので、そういう意味でもこれはその伸びとこのピタッと感のバランスすごくちょうどいいなと思います。なんか下地もファンでも 本当にそうなんでこはねやっぱすごいです最初こんだけツヤツヤしっとり感があったのに対して伸ばすとベタベタが残らずにサラッとした質感になりますただスキンケア発想で高保湿のアイテムになっているので目元がひび割れてきたりとか乾燥してきたりっていうこともなく日常でもすごく使いやすいですちょっとまずカラーをご紹介しますねちなみにですね塗り口のチップ ははこんななな感じでですす結構小小さめで小回りが効くようなチップになってます、はい明るい方からライトベージュ、ナチュラルベージュ、オレンジベージュとなっています。下の方はちょっと馴染ませてみた感じの色の溶け込み方です。オレンジベージュが一番色しっかりめ濃い感じがして、ライトベージュは比較的明るいですね。ナチュラルベージュはいろんな部分隠しやすそうな自然な感じのカラーになってます。私結構ニキビとか最近できにくいんですけど、なぜか今日はですね、空気を読んだのか、 あう嬉しくはないけどここにちょっとニキビ赤みっぽいのとかが出てるのでこれを早速カバーしてあと赤みとかクマだったりとかいろんな部分にいろんなカラーを使って試していきたいと思いますちなみに今下地とファンではエトボスで仕上げた状態ですではここにナチュラルベージュ使っていきます今ビフォーはこんな感じですまあ大きくはないですがちょっと赤くプツッと凹凸があると思いますピンポイントなので指でポンとのせていってしまいますね こんな感じはい今こちらをカバーしてみましたが結構隠れますよねやっぱりあとどまる力が強いのでこういったピンポイントの部分に使うこともできますともう一つなんかほくろに擬態してるこの赤いのは一緒にねこれもおう。 薄まりまりしたねはいこんな感じで綺麗に隠れましたあとはですね小鼻の赤みがやっぱり結構私は気になるのでここにも使っていきます小鼻って本当にコンシーラー難しくてしっとりしててもいいんだけど皮脂でよれたりもするし密着しないとかといって結構サラサラ系で乾燥しちゃうとひび割れた感じになっちゃうから意外とね悩みなんですけどちょっと どうでしょうかねはいこんな感じでこちらだけ塗ってこっちは何もしていない方ですがこういったニキビ跡だけじゃなくってこういう色ムラ系赤みもしっかりとカバーすることができますなんか前最初に試した時も思ったんですけど密着する力がしっかりとあるのであんまりここら辺なんかファンデとか塗らない状態の方がコンシーラーも綺麗につくなと思いました下地の上からもうそのままでいいのかなっていう感じですあとはこちら今お見せしたように 厚く塗り重ねた感が出にくいのでピンポイントじゃなくってファンデ代わりみたいな感じで結構広い範囲に使うのもおすすめです伸びがいいので全然いけちゃうんですよちょっとそれも再現してみますライトベージュの明るいカラーでいきますねこちら側にしようかなちょうどねこの辺も私結構影になりやすいのであとはまあ全体のファンデっていうよりはこの辺り 明るく見えると肌綺麗にも見えるのでそういった広範囲だけどハイライト代わりじゃないけどみたいな使い方もいいと思いますはいそうすると今ここだけ塗ってありますこの状態で見るとそんなに変化ないかもしれないんですけど結構近くで見るとこれがまずファンデだけの状態デトボスって結構ナチュラル仕上げなので素肌が綺麗風な感じすっぴん美肌風に見せてくれるんですけどものすごく近くで見た時に多少この毛穴の透け感だったりは今わかると思います でコンシーラーで全体をカバーした方ははいこんな感じでその毛穴がですねやっぱりさらに綺麗にカバーされていてでもまさかここにコンシーラーを塗ったとは思えないようなすごく薄膜な仕上がりになっていますすごい綺麗じゃないですか厚みはないんだけどよりお肌綺麗に見せてくれる感じですなのでこっちもやっちゃいます お直しとして、まあ、持ち歩いておくのもいいと思うし特に今日は肌しっかり綺麗に見せたいっていう時私も撮影とかでそういう日もあるのでこんな使い方もいいなと 思ってご紹介でしたはいということで次のアイテムこちらも同じシリーズでございますじゃんエトボスミネラルリフレクティングスキンパウダールーセントエクリュ9月1日に同じく発売になるフェイスパウダーですこれももちろん石鹸落ちできますちょっとまずサイズ感こんな感じです結構ねたっぷり入ってますね 8g なんですけどしっかりサイズ感あってそのおかげでパフも結構 こう大きめふふわふわ肉厚で分かります私が持ってるフェイスパウダーの中でも比較的肌をしっかり覆えるようなサイズ感かもあの時短にもなりますね中はこんな感じになっていてルースパウダーなんですけどここ面はですねネットみたいな感じになってプラスチックじゃないですまずはパウダーちょっとのせてみます最初ですね結構こういう感じでしっかりと塗ってるなーっていう感じがわかるんですけどなじませていくとこれもファンデだったりコンシーラー同様にスーッと消えていきますここに粉感 がが本当に残らないのが特徴ですもちろんフェイスパウダーなので塗った後の状態はサラサラしているんですけどスキンケアにも使われてる成分だったりとか植物オイル配合しているのでパサつくような粉感みたいなフェイスパウダーのモサッと感みたいなのがなく潤い感があるパウダーになってます。 はい、こっちだけ塗りました。パウダー自体の色は透明なので、肌のトーンは変わっていないんですが、質感がですね、塗る前はさっきのファンデーションとコンシーラーで、ツヤがしっかりと出ています。で、塗ってみるとこんな感じで、そのツヤはやっぱりちょっと抑えた感じ。肌の表面ベタつきを取って、サラッとしてくれるような、ナチュラルな、まあ、セミツヤ、セミマット肌くらいになります。ただこれ、肉眼でしか多分ちょっと見えないんですけど、結構パウダー自体に繊細なパールが入ってるんですよ。なので、本当にこういう 感感じじでお肌をを見るるとと角度を傾けた時に少しそのパールがツヤっとする感じがっすすありますなので、完全にこう、パウダーで覆いましたみたいなマットにはならず、ほんのりこう透明感があるような自然なツヤ感は、なんか残るというか、またさらにパウダーで上書きするみたいな感じで現れてくれます。なんとなくわかりますかね。マットすぎてないですよね。でも塗ることによって、ちょっとこう、肌がね、ソフトフォーカスされて、さらっと滑らかな感じにはなるので、特にエトボスがお好きな人 とかって結構ツヤ肌が好きだと思うのでそういった方でもツヤを消しすぎずにでも肌をサラッとさせてくれるような使いやすいフェイスパウダーだと思いましたしっとり感が結構あるのでこれからのね季節の乾燥しやすい時にも使いやすいですよねこういうフェイスパウダーはいということで次これは大注目で気になってた方も多いんじゃないでしょうかこちらこちらエトボスのミネラルクラッシーシャドウこちらがなんと リニューアル発売しまもともとすごく人気のアイシャドウパレットで限定色のカラーとかもめちゃめちゃ可愛くて私も毎回すっごく楽しみにしたんですけどそれが8月2日に定番色がまずガッとリニューアルしましたなのでそちらをレビューして全色紹介していきたいと思うんですけどどこが変わったのかっていうと美容成分を8種類配合しししてケアアする処方にアップグレードしましたでもう一つこれが結構大きいです発色と質感もともと良かったんですけどさらに良くなった感じ があります結構ねアップグレード感が分かりやすくて。 ちょっとまずその質感を私も手元にこの旧作のパレットがあるのでちょっと比べていきます。もともと良かったんですけどね。なのでアップグレードしたって聞いた時にどこが変わったのかなって思ったんですけど触ってみるとあ、結構違うなっていう風に感じました。特にわかりやすいのがこのパールの質感です。まずこれ旧商品です。手に取った時も結構パールのザクッとかジャリッとかではないんですけど粒感みたいなのを感じたんですけどただまあ旧商品の方も塗ってみると結構 滑らかな塗り心地だしすすごく綺麗なんですねだからなんか全くそこに対して不満みたいなのはなかったんですけどこれ新しい方のパール質感です。 ちょっとこの画面越しで質感の触り心地まで伝えるのが難しいんですけどかなりしっとり感が強くなった感じします比べると前のやつって結構サラッとしてたんだなって思うくらいにもちろんパウダーでなんかバームとかクリームではないんだけどテクスチャーの程よくしっとりする感じが結構プラスされたように私は思いましたでマットのところとかも同じような感じでなんか少ししっとり感がプラスされたような全体的になんかより高級感のある質感になったなって思いますちなみにカラーショー 今回の前にミラー付きで両サイドのチップとブラシの2本がセットされていますではまずこちらがスローベージュですここの2つがパール結構強め質感ここはパールが控えめでちょっとツヤっぽく見える質感ここがマットっぽいような質感になっていますサイドが結構低めでまあ、ベージュっぽいようなブラウンっぽいようなそんなパレットになっていますはい手に出すとこんな感じですこの上のパールがめちゃくちゃ綺麗じゃないですかジャ 缶クレーっぽい感じもすする配色だなと思うんですけどただこの下の2つは割と温かみ系なので使い方次第で誰にでも似合わせられそうなパレットだなと思います結構王道なベージュ系じゃないかな同封されていた紙にしっかりと塗り方が書いてあったので全色これで統一していきますまずはこちらのカラーはい上まぶたの全体にのせますめっちゃ綺麗ですね結構しっかりとパール感が 分かります下まぶたにものせるということなのでいきますこちらを薄く全体にのせるということなのではい上まぶたにちょっとうっすらねのせていきますこちらの方がちょっと色がついた感じのパールですさっきの方がキラキラが全面に出るようなパールでしたすでにめちゃめちゃ綺麗じゃないですか繊細なきらめきですそしたらららここちののカラーをこのキワから 上に向かってぼかして入れていきますちょっと下まぶたにも入れておきますねそしてここの締めカラーをまたさらにキワにのせて完成になりますはい仕上がりましたこんな感じです質感のこの綺麗さ伝わってますでしょうかめっちゃ綺麗です ベージュっぽいかなと思いきや意外とやっぱり発色がいいのでブラウンっぽくしっかり見えるような仕上がりになりましたでもこの辺りの濃さは全然調整ができると思いますはい離れてみてもしっかりとブラウンであんまり温かみがあるブラウンだったりとかすごくグレーなブラウンっていうわけではなくって本当に結構中間に位置するようなブラウンに思いましたなので本当にいろんな方使いやすいと思うし、まあ、ベーシックにオフィスだったりとかちょっとカッチリした芯でも使いやすくこのパールをね控えめにしたりとか でで調整もできるので結構これはいいろんななシーンでで活躍できるパレットだなと思いますこの後も残り3色あるんですけどなんか一番本当にベーシックにいろんな人が使いやすいのがこのパレットかなって感じました私が使うといつもよりちょっとこうキリッと感もあるような可愛いだけじゃないような洗練された雰囲気にもなれるカラーですこのかっこよさもありながらちょっとクールな感じもあってでも柔らかさもあってみたいなまさに絶妙カラーです使いやすいですねこれは,、はいでは 次フレンチフィグというカラーを使っていきますこちらはですねここがしっかりめパールでここマットでここがマットにちょっとパール入っている感じでここがツヤっぽい控えめなパールが入っていますはい手に出すとこんな感じでこれもまた可愛いですよねあのちょっとくすみピンクなんですけど透明感もあるような若干 パープルっぽさも感じるピンク系それこそフィグっていう感じのカラーなんですけどただ使ってみてそんなにむちゃくちゃパープルに寄ってるとかではないのであくまでもピンクシャドウとしてすごい大人が可愛く使えるようなパレットになってますまたこれもあんまりパーソナルカラー問わずいろんな方が使いやすそうに思いますはい仕上がるとこんな感じですどうですか可愛くないですかめっちゃ 私が使うとやっぱりちょっと紫っぽい感じに見えるんですけどなんかそれがまた透明感でもあるしちょっと大人っぽさを残したピンクシャドウとして発色してくれてるように思います離れるとこんな感じです離れてても結構ピンク感ちゃんとカラーメイク感あるなっていうのは伝わると思います発色もいいのでやっぱりそんなにね塗り重ねなくても自然にこれくらいの色が出てくれるのとあとこのねピンクがもうすっごい可愛いんですよこれ単体でももういいんじゃないかってくらい 可愛いいんでですすけけどここれにこれにを重ねねててるるのでパールが、ね、程よくくく透ける感じもすごく良くてしっかりピンク感は出るんですけどピンクが苦手な方にも使ってほしいって思うような大人なあまりこびすぎない感じのピンクだなと思います人気が出そうなカラーに思いましたはいそれでは次ブリックオレンジを見ていきます名前にもある通りオレンジ系のパレットになっていて使ってみてもねやっぱり結構しっかりオレンジを感じる配色になってましたここがパール強め ここは控えめにパールでちょっとツヤが見える質感。ここも同じです。で、ここがマットになってます。まあもう本当にいつも好きなカラーだとこれですよね。これもパレットで見た時ちょっとピンクっぽいかなとも思ったんですけど塗ってみると結構やっぱしっかりねオレンジ感出ていました。ただ意外とこうくすみ感というか深みがあるので季節的には秋っぽさだったりとかすごく感じるような仕上がりになります。はい。 仕上がるとこんな感じです。どうでしょうかいやもう間違いなくもう私は好きな色なんですけど、皆さんはどうですかねオレンジ感はしっかりあるけど、ちょっと落ち着いた印象にもなるので、なんか大人っぽくも使えますよね。で、メインカラーの部分があの結構しっかりオレンジのマットなので、ちょっとね、印象も使い方次第ではあるんですけど、カールっぽさもこの肌にしっかり馴染むような仕上がりになりました。はい、離れるとこんな感じです。やっぱり発色いいですよね。ちゃんとこのオレンジっぽい シャドウだなーって分かるしでもなんか4色の調和がすごく取れてるので綺麗にグラデーションになりやすいしあんまりそんな工夫しなくても簡単にパキッと分かりすぎない仕上がりになってくれますね全部良くて押しカラーを見つけるのが結構大変な感じがしていますじゃあ最後のパレットに行きますはいそれでは次がジンジンャャーーキャメルというカラーですこちらはですね結構黄身が強い感じの、まあ、ちょっとゴールドが強いようなパレットになってますここここがパールしっかりめでここも、ね 結構パールがしっかりめです。こちらはマットで、ここがマットの中にパールが入ってるような質感です。はい。手に出すとこんな感じです。これはね、ここの色が私すごく好きで、綺麗なんですよね。全体的にでも黄身が強くて、まあこの辺ちょっとオレンジっぽくも見えるんですけど、イエローっぽい仕上がりに近づきました。仕上がりがこんな感じです。例えばさっきの一つ前と比べると、これくらい違います。温かみ系というか、系統としては近いんですけど、今使ったジンジャーキャムルの 方がかなり黄みが強くて先ほどのカララーはももうううちょっっっと赤っぽいよよなななななんかままブラウンも入ってるような感じのの仕上がりになりにすなので私的には今使ったこのジンジャーキャメルの方がちょっと遊び心がある感じでイエローって結構トレンド感もあるので最先端ななんかすごく先を行くおしゃれな人のアイメイクっていう感じがしますはい離れるとこんな感じですただまあ肌馴染みのいいカラーなので私はすごく好きで普段のなんかそのブラウンだったりとかベージュよりも 一味変えたい時ちょっとこう雰囲気を変えてアイメイク楽しみたいっていう時に選ぶカラーかなと思いました離れてみても結構ねこの2つ色違うので迷われていた方はこんな感じなんだなと思っていただければ嬉しいですはいということで4色全部使ってみましたちょっとまとめてみると仕上がりこんな感じになります全体を通してやっぱりそのカラー一つ一つに透明感があるので4色重ねてもくすみにくいしグラデーションがとっても綺麗に仕上がりますでやっぱパールがねすっごいセンス 実際に輝いて綺麗なのも特徴ですねまあ今回は4つ全部使って同じ塗り方でご紹介していったんですけどご紹介した通りちょっとマットな質感からパールが強い質感まで揃っているので使い方によってはもっと雰囲気を変えることもできるしいろいろこうみんながどのカラーを気になったのかちょっと興味はあるんですけどまあ個人的にはそうですねフレンチフィグとブリックオレンジがちょっと決められないくらい好きだなぁと 思いましたはい、それでは次がこちら。じゃん。ヘトボスミネラルアイバームに2色新色が登場しました。こちらも8月2日に発売済みの商品です。これ商品名のところに目元美容クリーム10アイカラーって書いてあるんですよ。それくらい美容クリームをベースにしたアイシャドウバームなので、例えばアイシャドウ塗る前の下地として使うのもオッケーです。こんな感じで結構しっとり感はあって、ちょっとまずシュガーグレープっていうパープル 強めのカラーが1色とあのローズクオーツっていうちょっと薄ピンク系のこっち色結構控えめですねこのツヤがきれいに出る感じですこんな感じのカラーで計2色が登場していますではまずあのブドウみたいなシュガーグレープの方を塗っていきます ローーズクォーツですねこっちそんなに色って感じじゃないんですけど結構明るさまぶたに出してくれますはい仕上がりましたこんな感じですなんかまたパールとも違うようなバームのこの濡れツヤ感はやっぱりこういう質感にしか出せない体だなと思いますで結構ねこれ色も違いがしっかりと分かりやすいですなんか単色だったらこっちのシュガーグレープもいいし本当にナチュラルなメイクしたい時とかあと重ね使い要因としてこのローズクオーツいいですね私今日このローズクォーツ とさっきのアイシャドウパレット重ね使いして最後は目元仕上げたいと思いますはい仕上がりました結局フレンチフィグを重ねてみましたやっぱりバーム使っておくとその上から使うパールだったりとかパウダー系のアイシャドウがすごくしっかりとフィットしてくれるのでさらにこのきらめき感をね楽しむことができるなと思いますはいそれでは次の商品がこちらエトボスのミネラルロングラッシュマスカラこれも元々あった人気マスカラなんですけど8月2日に リニューアル発売してますで、カラーがですね、もともとはブラック、ブラウン、ボルド3色だったんですけど、今回4色展開になりました。上からブラック、チョコレートブラウン、マロンブラウン、モーブボルドっていう4色になりました。ブラウンが2色になった感じですね。あとの変わったポイントとしては、まつげのスキンケア成分配合になったことと、ブラシですね、少しだけ形状が変わって、まつげに密着するように、このブラシの密度を少し減らして、ダマになっ なりにくく改良されていますでお湯と洗顔料で落ちるっていうのは既存のタイプと同じです今回ですね多分このブラックとチョコレートブラウンは使いやすいカラーだなって分かると思うのでこの下の2つを塗ってみて仕上がりをお見せしたいと思いますではまずマロンブラウン 結構発色いいですはいということで両方とも塗れましたちょっと正面だと色が分かりにくいかもしれないんですけどまずこちらがマロンブラウンどうかな分かりますかね こう明るい感じのブラウンだなっていうのは肉眼だとわかるんですけどなので普通のブラウンとか黒で仕上げるよりもちょっと抜け感が出ていい感じのラフさが出ていますでモーブボルドも色しっかりわかるし今回のメイクだとかなりマッチした印象でしたなんか明るくはないんですけどちょっと暗さのあるしっかり赤み系のマスカラなので主張はしながらもちょっとこう色っぽい感じもまつげに出てくれるなっていう印象です塗っていてもダマになりにくいし あとは仕上がり自体結構まつ毛細いまま伸ばしてくれる感じというか繊細にこうシュッと長く見せてくれるのでナチュラルメイクお好きな方とかあとマスカラ塗るとちょっと顔の印象強くなっちゃうよっていう方にもすごくいいマスカラだと思いますではでは最後のアイテムですこちらじゃんエトボスのミネラルシアーマットルージュですこちらも8月2日の発売でした一色はですね復刻定番っていう感じでこのプラムピンクこちらのカラーが前回限定発売 発売した時にものすごい人気で速乾だったみたいなんですよなんか私も記憶にあるんですけどなので今回定番化になったっていうものとこちらのヌーディーコーラルこの色はですね今回初登場の限定色ですマットリップ プなんですけどなんかしっとりしていて色に透け感があるんですねゴテっと発色しないのですごく使いやすいですちょっとカラーをお見せします多分透け感の意味が伝わったと思いますこんな感じでナチュラルに発色してくれてこれが定番化のプラムピンクでこちらが限定発売のヌーディーコーラルですではまずプラムピンクから塗っていきます塗り心地は結構軽いマットリップですふわっとしていますはいこんな感じです結構シッ しっかりピンク感があって青みっぽさも感じるピンクカラーになっていますこれはもうすごい人気カラーだったので前回ゲットできなかったっていう方はぜひねこの気配にゲットしてみてほしいですじゃあもう一個のヌーディーコーラルいきますはい仕上がるとこんな感じです名前の通りかなりヌーディーカラーです血色がないベージュではなくってやっぱコーラルの華やかさみたいなのもあるんですけど色がシアーっていうこととあとベージュっぽさが結構強いのでこんな感じで馴染む発色になりますなんか自然と唇大 大きく見せたい時にも使えるしあとプラムピンクも可愛いんですけど個人的に好き っっていうととこっちのヌーーディーコーラルかなと思いましたあと目元結構ピンク系なんですけど意外とそれに使ってもいい感じのね仕上がりにもなってくれますはいということで本日はエトボスの2023年新作秋コスメをレビューしていきましたいかがでしたでしょうか個人的には特にアイシャドウパレットのリニューアルがビッグニュースだったんですけれども可愛いけどデイリーでも使いやすいカラー展開だったので普段メイクでも取り入れていただけたらいいのかなと思いましたということで本日もご視聴いただきまして ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうまたね